運動中は下っ腹に思い切り力を入れてへこませて、薄く薄く平らにキープしたまま、絶対に緩めない覚悟でやり通してください。もし筋力的にどうしても厳しい方は膝を曲げても大丈夫。この寝転んだ姿勢の運動はずっと腰をマットにぴったりくっつけて押し付けて行ってください。絶対に腰が浮かないように気をつけて、お腹をぺったんこに保ちますけれども息は止めないで、しっかり息をしながら、そしてお腹以外の他の筋肉で運動しないようにフォーカスしてください。15秒間の休憩です。もしもまだ筋力的に弱すぎて腰が浮き上がってしまう、腰が反ってしまうという方はお尻の下にバスタオルを畳んで引いてみてください。それで腰がマットから離れないようにサポートすることができます。もし腰が反って浮いた状態でやってしまうと腰を痛めてしまう、腰痛の原因になりますから、腰が浮かないように気をつけて。15秒間休憩です。カエル足の運動です。15秒間休憩です。45秒間キープです。腰がマットから離れないようにギリギリのところでキープしてください。諦めないで、もうちょっと。15秒間休憩です。転がりながらお尻をジャンプさせます。お尻がマットから浮き上がるように、15秒間休憩です。
尻がマットから浮いた状態のポジションからスタートです。そこから背中を上げます。そして元のお尻だけが浮いたポジションに戻ります。背中浮かして下ろす、背中浮かして下ろす、お尻はずっと浮いたまま。頑張って。15秒間休憩です。次は立ったポジションでの運動になります。このように立ちます。かかとをくっつけてつま先は60度ぐらい開いた感じ。骨盤は横に逃げないように気をつけて、左側の体側を右腕を上げて曲げていきます。15秒間休憩です。反対側もやっていきましょう。15秒間休憩です。今度はしっかり骨盤を固定して、骨盤は前を向いたまま、そして上半身だけが90度横に向くように頑張ってみましょう。15秒間休憩です。反対側もやっていきます。もう少し。骨盤は横向かないように頑張りながら、上半身だけを90度。お疲れ様でした。この運動に超回復日は必要ありません。したがってこれを少なくとも3週間、できれば 2,3 ヶ月以上毎日行いましょう。
3週間継続したら皆さんの下っ腹に結果を見ることができます。そしてその頃にはこの筋トレが習慣の一つになっていると思います。そのまま続けてどんどんへこませていきましょう。